2024年9月上旬、アメリカ海軍の原子力空母が、インド太平洋地域から姿を消しました。その空白期間、中国が3隻の空母で実戦訓練をスタートしたという情報を入手しました。今回は、アメリカ空母の消えた太平洋で、中国空母福建が J-15 電磁式カタパルト発艦化について見ていきたいと思います。2024年9月上旬の時点で、インド太平洋海域に、アメリカ海軍の原子力空母が一隻も存在しないという、驚くべき状況が続いています。アメリカ海軍は、ニミッツ級原子力空母6隻を太平洋方面に配備していますが、この時点で、その中の、カール・ビーソン、ニミッツ、ロナルド・レーガン及び第7艦隊所属となって、横須賀基地に配属されるジョージ・ワシントンが、作戦期間完了による整備のために、アメリカ東海岸の海軍基地にあるということです。また、太平洋に配備されている、その他のエイブラハム・リンカーン、セオドア・ルーズベルトは、イランとイスラエルの対立激化への対応として、中東方面担当のアメリカ海軍第5艦隊に配備されています。アメリカ海軍ニュースを専門に取り扱うネイバルニュースは、8月末、中東の情勢や原子力空母の整備における進捗状況によるが、世界的に需要が最も多いインド太平洋で、アメリカ空母編隊が存在感を維持するため、アメリカ海軍が努力していると報じていました。インド太平洋において、アメリカ海軍の原子力空母が空白となる状況は、9月末にジョージ・ワシントンが横須賀港に寄港するまで続くと見られているようです。アメリカの空母が中東危機への対応、定期的整備が重なったことで太平洋を離れたタイミングで、中国国営メディアは自国の空母とその実戦訓練の映像を公開しました。それを受けて台湾メディアは西太平洋におけるアメリカ海軍のフェードアウトが中国海軍の西太平洋への進出を手助けすると懸念を表しましたが、今回は中東情勢の逼迫などたまたま重なったことが原因とされ、一時的なもので、第7艦隊のジョージ・ワシントンが、9月末に横須賀に寄港すれば解消されるという意見が多いようです。しかし、この状況に合わせたかのように、中国海軍が3隻の通常動力正規空母を日本周辺で活発に行動させていることについては、警戒をしなければならないのは事実です。台湾メディアは、中国の造船能力は、アメリカの230倍を上回った、福建が、試験や訓練を終えて正式に就役すれば、西太平洋の戦略的状況が逆転するかもしれないと伝えているのです。その中で、9月13日、中国海軍は、3隻目の空母003型空母福建の発艦訓練とする動画映像を公開しました。約1分間の動画では、福建艦内とされる指揮所の映像や、飛行甲板に3畳あるカタパルトら指揮装置の周辺で乗員訓練と見られる様子が撮影されていました。ただし、このカタパルトから、実際に艦載機が発艦するシーンや、発艦した艦載機が着艦するシーンなどは全く映っていません。カタパルトと見られる装置についても、中国側が搭載したと主張している電磁カタパルトかどうかの判別は不明とされています。福建は2022年6月17日に進水して偽装が進められていましたが、試験航海は2024年5月にも行われ、中国海軍が国営メディアを通して試験を撮影した動画を公開していましたが、その際に早期警戒機 KJ600 と戦闘機 J15B の模型を搭載はしていたものの、艦載機が実際に発着艦を行う様子は撮影されていませんでした。福建は、中国海軍では001型遼寧、002型山東に次ぐ3隻目の正規空母で、純粋な国産空母としては、山東に次いで2隻目とされていますが、山東は旧ソ連海軍空母だった遼寧をコピーして、設計、建造された空母ですから、中国が独自に設計して建造したという点では、初めての大型正規空母となります。福建は、基準排水量7万8000トン、満載排水量 80.000 トン以上とされ、全長320メートル、
最大幅40メートル、飛行甲板最大幅76メートルの艦隊に、通常動力として、ボイラー8機、蒸気タービン4機を搭載し、出力は22万馬力、30ノット以上の速力を発揮するとみられています。遼寧家さんと、宇都の大きな違いは、艦載機の発艦方式です。この両艦は、スキージャンプ台で発艦させ、着艦には、アレスティングギアを使用して制動する短距離離陸高速着陸、ショート、テイク、オフ、バット、アレスティッド、リカバリー、ストバー、ストーバー、方式が採用されていますが、福建は、着艦方式は同じアレスティングギアですが、発艦は、カタパルトで艦載機を射出する、アメリカ海軍の原子力空母と同じカタパルト、アシスティッド、テイク、オフ、バット、アレスティッド、リカバリー、キャトーバー、キャトーバー方式なのです。福建の搭載機数は40機以上とも、飛行甲板へ搭載すれば80機になるとも推理されますが、遼寧家さん等より一回り大きいだけでなく、艦載機数も遼寧家さん等よりはかなり多く搭載可能となることので、アメリカ海軍の原子力空母に次ぐ戦力を持つ強力な攻撃型空母になる可能性が高いと推測されています。また3等についても中国中央放送が運営しているウィヒロシ、ウェイボーの久し市軍事では、艦載機 J15 の発着艦訓練の様子など、戦闘警報というタイトルの約1分間の動画映像を公開しました。この動画は、南シナ海、西太平洋海域に関連する訓練と名付けられ、3等空母艦隊が各種作戦における艦隊としての動きの訓練であり、近海だけでなく遠洋における空母艦隊の作戦能力を向上させるものであるとしています。香港メディアの鳳凰網は、今回の訓練の主役が、三輪、三島ではなく、075型強襲揚陸艦の海岸であるとして、この訓練は、中国が台湾に侵攻する台湾有事と関係があるとも報じました。香港東方日報は、中国中央放送が言及した遠洋での作戦能力向上は、中国本土外での海外での作戦行動を意味している空母と、075型強襲揚陸艦による遠洋訓練は今回が初めてであると伝えています。中国海軍の4万トン級の強襲揚陸艦075型は、アメリカ海軍の強襲揚陸艦や海上自衛隊が、現在、空母化改修中の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀と、同じように固定翼機を運用する軽空母として運用する可能性があると指摘する声もありますが、この強襲揚陸艦には、物資積載用区画及び上陸用集艇などが発進できるベルドックが設けられているそうです。全通型の飛行甲板があるので、垂直短距離離着陸機ストブルが運用できると考える向きもありますが、中国軍では、アメリカ軍の F-35 ライトニング2のストブルである V 形のような機体は、現時点ではまだ所有していないと言われています。そのため、中国海軍では、海南は、あくまでも海兵隊などを上陸させる水陸両用作戦に使用するとみられ、ヘリコプターなら、30機も、搭載可能な能力を、台湾有事での上陸作戦の主力として使うのではないかと見られているのです。075型強襲揚陸艦の兵員収容能力は約1600名とされています。前級の071型の2倍で、作戦運用時には、水陸両用機械化合成大隊約800名及び空中強襲大隊約400名などをフル装備で乗艦させることが想定されていると言われます。それだけではありません。水陸両用部隊が保有する水陸両用車のほか、ウェルドックには、726A型エアクッション揚陸艇2隻を収容できる広さがあるのです。格納庫は、長さ約160メートル、幅約30メートルとされ艦体全長の2.3にあたり、30機のヘリコプターが搭載可能です。その内訳は、Z8J 輸送ヘリコプター10機、Z09、または Z08JH 汎用ヘリコプター12機、そして WZ-10 もしくは Z-19 攻撃ヘリコプターが8機とされています。なお、075型では、無人ヘリコプターを甲板に搭載し、その無人機の運用も想定していると考えられています。さらに、後継艦として開発中の076型では、
カタパルトとアレスティングギアを追加し、無人固定翼型 UAV の運用にも対応する計画があると推測されています。中国の空母活動は、特に台湾やその他西太平洋地域の安全保障環境において、重要な影響を持つ可能性があります。中国メディアによる実戦訓練の映像公開は、その軍事能力の向上を国内外にアピールする意図があると考えられます。一方で、アメリカは、9月末に、ジョージ・ワシントンを横須賀港に寄港させる計画を進めており、インド太平洋地域でのバランスを再び取り戻そうとしています。この一連の動きは、地域の軍事バランスに対する中国の野心とアメリカの影響力を維持しようとする戦略が如実に現れている事例です。両国の海軍力の動向は、西太平洋をはじめとする広い範囲にわたる国際関係において、重要なファクターとなり続けるでしょう。今後も、この地域の軍事的な緊張が高まる中で、アメリカと中国の戦略的な駆け引きには注目が集まります。